前提としてなぜこの6国が武器ティアランキングなるものを作成し皆さんに共有するのか、本編に入る前に軽くお話ししましょう。数々の APEX 動画投稿者がシーズン20最強武器ランキング、武器ティア表などを作成し動画をアップロードしているわけです。そして数多くの APEX プレイヤーはその表を見て、シーズン20はこの武器が強いんだ、この武器を使えば漏れるんだ、そのような勘違いをしてしまっていると。よくよく考えても見てください。シーズンの武器ティア表を作るなんてのはエーペックスがうまい、まあ具体的に言うと元競技勢プレデター常連プレイヤーなわけです。彼らには元々の初期装備として高精度なエイム力、ゲーム理解度、立ち回りのうまさ、そういったものが搭載されているわけです。動画で公開されているのはそれを踏まえた上での武器ランキングということ。仮にそのような基礎がない状態で彼らの話を鵜呑みにし、強武器と言われる銃を使い、そして殺されると、最終的には強いと言われている武器を使ったのに漏れなかった、自分にはセンスがないのかもしれないといった自己嫌悪に陥る。私のここは皆さんにそうなってほしくはないです。まあね、中には勘違いされている方もいると思いますので先に訂正しておくと、まあ自分はですね、競技シーン経験者でもなければ、まあ、マスター到達もしてないと。ただ現在ゴールド2という上位 10% の猛者はびこる大気でしのぎを削り、 KD は 0.7 の偉業を達成。そして先日開催されたエペ祭りでは総合順位3位、銅メダルを獲得している、そんな実力の持ち主です。結論、皆さんと同じぐらいのゲームセンスでありながら非常に結果を残している人材であるということです。だからこそ私が本当に有用な、皆さんのためになる武器手話表を作成し動画にてアップロードする必要がある、そう考えたわけですね。前置きが非常に長くなってしまい申し訳ございません。では私6国が考える本当に使える武器手話表をご紹介していきましょう。それでは本編です。ティアは SS から D、 それぞれ確実に持つべき、持つべき、どちらかというと持つべき、どちらでも良い、どちらかというと持つべきではない、弱いってとなっております。では早速 D ティアの武器から発表していきましょう。まず D ティア1丁目がビームシー AKA チャージライフルですね。まあこの武器はですね、強い弱い以前の問題でして、使用していたら正直人間性を疑われます。まあというか人間かどうか疑われるかなと。仮に皆さんに一緒にやるフレンドがいて、その方たちに人間扱いしてもらいたいのであれば、まあ使用は控えるべきでしょう。お次に D ティア、ボセックコンパウンドボウですね。はい、まあ普通に考えればわかるかなとは思うんですが、APEX は重火器で戦うゲームですから、まあその中で弓を使うというのはね、ちょっとね、時代錯誤も、まあ甚だしいかなと。はい。お次に D ティア武器、ハボックですね。うん、まあこの武器はね、数多くのティア表で上位に食い込んでくる、まあシーズン20のメタ武器と言っていいかもしれないです。ただまあ私6国に言わせてみれば確実に持つべき武器ではない、そう思いますね。はい。まあTSM のねインペリアルハル選手とかも結構使ってるみたいなんですけど、まあ正直まあ僕に言わせてみれば踊らされてるかなと。APEX エアプかなと。うん、そう感じざるを得ないかなと。はい。まあシーズン20でね、まあハボックを持ち上げようという運動に踊らされているなと。正直そう感じましたね。ではね、ハボックの何が良くないかですが、普通に考えて卑怯でしょう。銃。はい。まあそれに尽きるでしょうね。一発18ダメージの紫マガジン以上がついて36発。マガジンダメージが650程度と、まあ普通にズルですよね。敵の体力なんてあっても200程度です。そんなにそんなにマガジンダメージがあって、一体何人倒すつもりなんでしょう。はい。まあいやいや六国さんと、その代わりリコイルが難しいじゃないですかと、まあそれでバランスを取っているんですよという方もいると思いますが、そういう問題ではないと。近距離腰打ち、これが卑怯だと言ってるわけですね。肌がフレアレベルの距離感まで近づいて銃口をこすりつけながら連射してくると。はい。ハボックを使う方は FPS ではなくお相撲をしたいのでしょうか。まあそのね、日本の国技である相撲の文化を後世にも残したいという気持ちはまあ尊重しますが、まあやはりね、APEXはまあ FPS なんで、まあその観点でもハボックが持つべきではない、まあそう言い切れますね。はい。まああとね、あの武器はそうですね、 SDGs への配慮があまりにも欠けてますね。うん。まあハボックはね、まあ、エネルギーアモ武器なわけですよ。まあエネルギーということは地球に大切な資源、これを使って弾丸を発射しているということですよね。まあ昨今地球全体で抱えている問題、まあ地球温暖化だとかエネルギー不足だとか、そのようなことがね取り沙汰されていると思いますが、にもかかわらず必要以上の装填数、はい、まあ環境破壊の一助を担うつもりはないので、まあ正直言って全面的に肯定できる武器ではないですよね。リボも同様の理由で D ティアとさせていただきます。まだ D ティアは続きます。お次が P2020。 まあ色はないでしょう。まあ普通に弱いですし、まあ理由をつらつらと述べるまでもないですね。はい。でまあこの武器についてちょっと考えてみたんですけど、まあこの P2020 の存在意義とは一体何なんでしょうか。はい。先ほどまあお話ししたように他にも D ティアの武器はあります。ただね、まあ存在価値自体はあると思うんですよ。ビムシだって弓だって好きな人はいるでしょうしね。ただ P2020
P2020 を好きな人はいるんでしょうか。最終演まで持つ人はいるんでしょうか。まあこの武器をね持つ時といったら、まあ初動ファイトを強いられる瞬間でしょう。まあその時でさえ、まあ RE じゃないのかよと言われる始末。同じくくりっぽいね、まあ RE モザン、 RE だったりモザンビークだったりは、まあ今や普通に強い武器ですから。さらにねモザンはまあ運営から若干ネタ扱いされているので、いじられキャラとしての地位も確立していると。はい、では P2020 の存在意義とは一体何なんでしょうか。はい、まあ、強いてあげるのであれば、まあ、最弱という象徴。ただね、エーペックスは戦場、そんなね、血みどろな場所に、まあ、逆転能みたいな扱いはいらないわけですね。まあ、もしこの P2020 くんが就活市場に出たとしましょう。はい、あなたがアピールできるところは一体どこなんでしょうかと、まあ、ガクチか言えますかということなんですよ。はい、まあ、もし仮にね、この動画のコメ欄なんかで、いや、僕私は P2020 が好きで使ってますみたいな意見があれば、私らここもね、一度考えを改めましょう。ただ、それがないのであれば、まあ、いらない子なのかなと思いますね。はい、お次にシーティアに参りましょう。シーティア一つ目がモザンビークですね。あのデジスレもついて反復もつくので、まあ正直ね、あの B 以上のティアでもありかなと思ったんですが、個人的にこの武器あまり好きではないのでシーティアとさせていただきます。この理由なんですが、簡潔に説明すると、元ネタ系いじられ枠の武器だったのになんか強くなって調子乗ってそうだからですね。はい、まあモザンといえばエーペックスリリース当初からのネタ武器、ただハンマーポイント弾の登場だったりデジスレに SMG がつかなくなったことによって相対的に強くなっていったと。なのでモザン自身の努力で強くなったわけではないんですよね。はい、周りの武器たちが弱くなっていったからこそ、もう一度言いますが相対的に強くなっていたと。まあにもかかわらず、まあモザンビーク自身はですね、まあ俺のことを使う人結構センスあるよね的な視点で、まあプレイヤーを見ている節があると。そこがねちょっといただけないので、まあ彼の性格面を反映してシーティアにさせていただこうかなと思います。お次にシーティア、プラウラーですね。はい、まあいやいや6国と、まあ今シーズンのプラウラーは強いとどの解説者も言っている、ただの逆張りじゃないか。まあそんな意見がね画面越しに聞こえてくるところではありますが、まあ、もちろん逆張りなんかではありません。明確にシーティアあまり持つべきではない理由があります。はい、それがですね、まあダサい。はい、まあちょっとね SMG なのにバースト武器っていうのは、まあどうなんでしょうか。まあ、確かにね性能はいいかもしれません。35ワットも入って、一発のダメージも大きいですから。ただまあ連射力が売りの SMG で一射撃ごとに止まるとはどういうことだと言いたいわけです。まあ仮にですよ、濃厚な味が売りの豚骨ラーメンがめちゃくちゃ薄味だったらどう思いますか。しょっぱめの左右かな、おそらくそう思うでしょうね。プラウラも同じです。 SMG としてのプライドはないのかと。まあそういうことですね。まあ私ロコがですね、しょっぱめの左右ラーメン、まあ食べたくはないのでプラウラに関してはCティアとさせていただきます。お次に B ティアのご紹介に参りましょう。まあどちらでもいいくらいという評価の武器ですね。B ティアに関してはロングボウセンチネル、ピーキーマスティフ、リピーターヘムロック、フラットラインランページ、カービン、オルタ、RE G7、スピットファイア、ネメシストリテ、クレーバー、エヴァウィングマンですかね。はい、まあ一つ一つ説明するのも尺なので突っ込まれそうな武器だけ理由を説明しておきましょうか。そうですね、まずクレーバー、それは強いです。エーペックス界最強のスナイパーですからね。まあただ当たればという神の句ありきです。クレーバーを持つことはすなわちサブ武器を捨てるということなので、近距離は1本で戦うしかなくなるわけですから、まあ普通にリスクはありますよね。まあでね、腰打ちクレーバーで巻いた対処すればいいんじゃないかみたいな意見もあると思いますが、まああれらは全て幻想なので、まあ当たらないのでね普通は。まあなのでね、持つべきか持たぬべきかはまあご自身の判断次第かなと。で同じくケアパケ武器エヴァ、レートが早すぎてほぼ爆竹なので、当たる時と当たらない時の差が激しいです。爆竹を操れるよというね自信がある方だけ持ちましょう。まああとはね、逆にランページ、リピーターヘムロック、ネメシスなどの他の中距離武器と同じティアでいいのかと、はい、もっと低くあるべきなのではないかという意見もあると思いますが、まあそれも踊らされてる意見ですね。ランページは弱いという大衆の洗脳に。はい、ランページは普通に強いです。全然選択肢に入るレベルでしょう。まあテルミットを巻けば相手を瞬どけさせられることもザラですんで、今までね敬遠していた人はぜひ一度持ってみるのも手でしょう。まあお次に A ティア、まあどちらかというと持つべき武器に参りましょう。まず A ティア、一つ目の武器がボルトですね。はい、まあ特段説明することもない武器かなと思うのですが、まあ自分はシーズン20で使うことはないですね。まあ、一応ね理由をお伝えしておくと、まああまりにも普通が過ぎると、まあちょっとね選択肢として普通すぎるかなと。まあいや別にいいんですよ、まあ悪くないんですけど、まあ仮にフレンドとかにね何の武器使いたいって聞かれて、まあボルトと答えると、そしたらこうなんか、まあ、31でホッピングシャワー頼んでそうだなとか思われそうじゃないですか。まあそれはちょっと嫌ですよね。多分ねボルトを使う人の 90% はホッピングシャワー大好きだと思うんですよね。で毎回その食べた時に口の中パチパチするって言うと思うんですよ。いやそりゃそうだろうと、そういうもんなんですから。まあちょっとね私ロココアトーンの昔にホッピングシャワーは卒業して
して、まあ、ベリーベリーストロベリーにコンバートさせてもらったので、まあ、逆説的にボルトは使えないかなと、そういう感じですね。お次に A ティアとして R99 ですね。はい。まあ、A ですね。まあ、どちらかというと持つべきくらいかなと。うん、まあ、視聴者さんの中にはね、まあ、六国は A99 が好きだから SS にするんだろう。まあ、そう思っていた方もいると思いますが、まあ、それはないですね。客観的に見て A でとどまるでしょう。まあ、理由を説明するんですが、今の99でダメトレに勝つのはまあ難しいです。厳密には99が上手い人であれば、問題なくダメトレに勝つことができるのですが、まあ、そうですね。普通の方だとなかなか難しいかなというのが正直な意見ですね。うん。まあ、選ばれし一部のプレイヤーにしか使いこなせない、言うなればエクスカリバー的な銃なので、はい。だってそもそも、まあ、この R99 という銃に関しては、こちらが選んで使う、まあ、この発想自体もう間違っていて、99に選ばれるからこそ使う。まあ、その方が正しいかなと思いますね。うん。まあ、そのためですね、このティア表という不特定多数のエイペックスプレイヤーに向けて出す動画で街をおすすめすることはできかねるかな。はい。まあ、なので、自らは選ばれし勇者である、その自信がある方のみ、この銃を手に取ってみるのがいいかなと思いますね。はい。まあ、ちなみにですね、私、六国と同じ意見を持っているプレイヤーもいるみたいで、こちらのサムネ、はい。インペリアルハルが、まあ、R99 を最悪な銃だと、酷評している動画のものですね。うん。まあ、ワーストガンなので、はい。そういう意味だと思うんですけど、まあ、なので、ハルは選ばれなかった側ということになりますかね。まあ仕方ないです、それは。お次に A ティア武器はカーですね。はい。以前までは酷評していた武器ではありますが、現在はね、そこまでカーに対して憎悪の念などはありません。まあ非常にね、いい武器だと思います。ライターアーモもヘビアーモも使える、どっちつかずなところ。まああとは99ほどの瞬間火力はないけれど、まあある程度はダメージが入るという中途半端なところ。リコイルに関してもね、まあ難しくもなければ簡単でもない、よくわからないところ、まあ総括特段褒めるところもなければ悪く言うところもないみたいな感じの武器かなと思っておりますね。はい。まあ好きの反対は嫌いではなく無関心ですからね、そういうことです。ではお次にね、エスティア武器に参りましょう。積極的に拾っていきたい武器ですね。まずは投げナイフ、非常に強力な武器ですね。ドタダメージが100で、必勝でも150近く入ると、まあ、クレーバーに匹敵するダメージにもかかわらず、クレーバーよりも圧倒的に連射力は上ですから、はい。まあ、ただね、単発武器になってはいるので、まあ、当てづらさ、そして、射程の短さは欠点になるのかなと思います。自信があれば、まあ、ぜひ持っていただくのも手かなと思いますね。はい。では最後に SS ティア、絶対に持つべき武器、これをねご紹介しましょう。まあ、ここで、紹介する武器、戦場で見かけたら絶対に、まあ、何があっても持ってください。これを使えればね、勝てます。SS ティア武器、それは、あなたの好きな武器です。はい、もう一度言いましょう。SS ティア武器、それはあなたの好きな武器です。数あるエイペックスの武器、その武器たちに寄せんなどありません。それぞれの武器がそれぞれ役割を持っており、それぞれの武器を好きな人がいるわけです。そんな好きな武器以上に価値のある武器などありません。ましてやこの六国が強制できるものではありません。エイペックスはゲーム、すなわち娯楽です。強さももちろん大事ですが、まあ楽しくないと意味がないですからね。この武器を使ってキルした時が楽しい。この武器なんかお気に入りだな。そんな純粋な好きという気持ち、皆さんも初心者の頃に持っていたはずです。ただ時を得るごとに、そんな好きという気持ちはいつしか消え去り、武器を性能だけで見るようになってしまったと。それじゃあ悲しいじゃないですか。まあだからこそ、このメタ武器があまり固まっていないシーズン20だからこそ、改めてそんなエーペックスを始めた時の初期衝動を思い出してほしいなと思うわけです。この武器好きだな、私ロコがね、そんな好きという気持ち大事にしてほしいなと、そう思いますね。はい。まあここで一点お知らせなんですが、まあ、このようなロコのありがたいお話が聞ける配信を不定期で行っております。まあ、配信のアーカイブに関しては月額500円のメンバーシップに加入していただくと全て見ることができますのでね、ぜひご検討ください。というわけでね、エーペックスシーズン20武器ティアランキングの方を作成させていただきました。はい、これを見てね、ぜひ使う武器決めてみてください。それでは戦場でお会いしましょう。六国でした。